日本を代表する西川美和監督が映画だけでは食べていけないと発言したことが、まあ、ネットでものすごく話題になってるんですね、まあ、これどういうことかちょっと説明したいんですけれどももともと西川美和監督といえば「ディアドクターだとか「揺れる」だとかあと「素晴らしき世界で」で、えー、ブルーリボンなどを取った本当に、ね、日本を代表する映画監督の一人なんですただそんな彼女が、まあ、ブルーリボンの監督賞受賞 そのニュース、今ここ記事あるんですけれどもブルーリボン賞だけでなく多くの映画賞を受賞している西川監督が、まあ、自分の中でね、まあ、あの映画1本撮るのに結構時間がかかってしまうということ前提なんですけども映画だけでは食べてないです、えー、他の映像を作ったりいろいろアルバイトしながらやってますと西川美和、えー、監督が、まあ、発言しているわけなんです。 でね、好きなことを仕事にして映画を作ってきたので自分ではそれで良かったとは思っているんですが後にこに続く世代が、まあ、日本で映画を作ることも悪いことじゃないって思えるように私たち世代以上が考えていかないとという時期に来ていると思いますという、まあ、お話をされているんですね。これびっくりなわけです 西川美和監督がバイトしなければ垂れていけないのとってことで話題になってるんですこれ一つね説明したいんですけどもただ 西川監督がバイトしてるとはいえね、あの、ウーバーギーツで働いてるだとか、えー、コンビニエンスストアの、まあ、レジをやってるとかいうことではないとは思います。これね、前提として西川美和監督って、例えば原作を考え、え、脚本を考え、みたいな方なんで、一本映画撮るのに、4,5年時間かかるんですよね。それで一本分のギャランティーしか入らないってなると、やはりこう、バイトしなければいけない。で、このバイト何 かとというと多分これ想像の域も超えませんけれどももちろんものを書いたりだとかあとミュージシャンの MV 撮ったりだとかこの映像系だとか脚本系に携わっていることは間違いないと思うんですしかし例えば海外のね、まあ、有名な映画監督が映画制作以外で頑張らない食べていけないなんていう状況はなかなか なないわけなんです。これね一重えに、まあ、映画業界に、まあ、お金がなかなか集まりづらいっていう現状がありますもっと言うと映画だけでなく日本の経済全体的に冷え込んでるという状況があると思うんですねだ一つ言いたいのは例えばね、まあ、アメリカのアカデミー賞、まあ、4部門ノミネートそして、えー、国際長編映画撮りました「ドライブ・マイ・カー」という映画がありますあの映画が、えー、一般的に公表はされてませんけれどもおそらく生成 制作費があ1億5000万円ぐらいだと言われております。まあ法画界において1億5,000万の制作費ってぶっちゃけそんなに安くないんですがこれ大事な点で言うとアメリカで言うならば映像を研究していた大学生が卒業制作で映画撮りますっていう時にもちろん黒板などもいろいろ含めた上で1億5,000万ぐらいかけるんですよ。 要は、大学生がインディーズ映画を撮るのに、アメリカでは1億5000万の制作費だったりするんですね。となると、このドライブ・マイ・カーの1億5000万円という制作費が、どれほど安いかという、世界基準で考えたら安いかっていうことなんですよね。その1億5000万制作費かけましたと、えー、制作費プラスアルファで公開して劇場でお金お入りましたって言っても、監督に入るお金は、 正直々たるもの僕がよく聞くのは映画監督より映画の助監督さんの方がお金稼いでるなんて話を聞くわけです。おかしいだろと映画監督の方が立場が上だからら高いだろと思うかもしれませんけれども実は映画現場での助監督の方が掛け持ちできるんですよね。 映画監督は基本的に一本に集中するだからギャランティーが安いという、まあ、現状があるんですよね。今回ね、まあ、西川美和監督こちらはね僕はトースポウェブで今この記事を読んでるんですけれどもまあインタビューでね、まあ、バイトしなければ食べていけないってちょっとセンセーショナルなイメージつくかもしれないけれどもこれからの映画界を目指す人たちに。 潤ってほしいと、才能が集まってほしいという思いで、このインタビューを受けたと思います、えー、今日は西川美和監督が、バイトしなければ食べていけないというお話をしたという説明をさせていただきました。